先ほどですね、ちょっと一つ平野さんが金メダルを取ったというちょっとニュースが入ってきたんですけど、誰ですか？平野選手。スノーボード、はい、あ、今速報ですか？おお、なんかいかがでしょうか？はい、先ほど名古屋にこう縁のあるお二人がメダリストになったということだったんですけど、はい、なんかお二人にこうコメントとか、なんか連絡とかっていうのはされました？個人的な連絡先は、私はちょっと世代が違うので実はかなり特に鍵山選手なんかはもう、はい、だいぶ離れてるんであれなんですけど、鍵山選手とはインスタグラムでつながっているので、ダイレクトメッセージでの、はい、激励というか、はい、おめでとうっていうのをしたら、いいねちょんちょんってありがとうございますってお返事が来る程度なんですけど、でも鍵山選手は本当にお父様が名古屋ということで、お父様は本当にご自身も素晴らしいスケーターで、もうそっくりだなと思って、こんなにもフォルムというか、ジャンプの飛び方だったりとか、柔らかい膝足首から繰り出される質のいいジャンプとか、こんなにも似るのかっていうぐらい本当に似ているので、なんかすごいな、スケートって親子ってすごいなって思いながら、本当におめでとうっていうメッセージをさせていただいて、しょうまはインスタとかもやってないとので、個人的には連絡するすべっていうのは多分名古屋で会った時ぐらいだと思うんですけど、でも名古屋の中京大学のリンクでお会いするときに、頑張ってねとか、いやもう楽しみにしてるからねとかっていう、その雑談では、はい、会話をするような関係なので、やっぱりその名古屋の人って結構地元愛が強いので、どうしてもめちゃくちゃちょっと応援したいなっていう気持ちになっちゃうんですけど、まあ、そういったやはり名古屋のゆかりのある、はい、2人の選手がメダリストになったっていうのはすごく嬉しかったです。あと、まあこれからまあ女子がまあありますけども、はい、なんかこう期待されるまあ選手とかいらっしゃいますか？そうですね、私は選手になるべく期待はしないようにしています。というのは、私も現役の時にいろんな思いを背負って、氷の上に立たせていただいていました。で、本当に日本中だったりメディアの方だったりとか、応援してくださっている方が期待してくれてるっていうのは選手は十分に分かっているので、あえて私は期待というよりも、本当に一人一人の女子選手、坂本選手と、樋口選手と、あと川辺選手が、まずは本当に大きな怪我なく、この期間中に怪我したら本当にここまでの努力も水の泡になってしまいと思うので、まずは怪我なく、コロナの状況もあるので体調に気をつけつつ、ベストな状態で本番を迎えられるように、3人が3人頑張ってほしいなというふうに平等に思います。あと、すみません、最後、先ほどですね、ちょっと一つ平野さんが金メダルを取ったというちょっとニュースが入ってきたんですけど、誰ですか？平野選手。スノーボード、はいはい、あ、お、日本初というメダル、金メダルですね。あ、まだいないんですか、金メダル。あれ、いなかったでした？あれ、これでスノーボードで初めての、あ、そうです、ごめんなさい、スノーボードで、日本初ですね、ごめんなさい、はい、今速報ですか？おお、なんかありがとうございます、速報いただきましたはい、平野選手とはこうなんか面識あったりとかっていうのは？またこれもジェネレーションが違うんですよ。だから面識はないですね、はい、の素晴らしいアスリートっていうのはもちろんもう私も知ってますし、メダル候補と言われていた選手ですし、あれですよね、夏にも挑戦されて二足のわらじで、こっちが 本業というか本命というかですよね、はい。なので、アスリートとしてやはりそのウィンターとサマーのオリンピックに挑戦するっていうのがやっぱ数少ないと思うんですね。で、
夏はもしかしたら残念だったかもしれないですけど、でもウィンターオリンピアンなのに夏でもオリンピアンになれるってことが本当に素晴らしいことだと私は思いますし、で自分のなんていうの、本業って言ったらいいんですかね、本なんていうんですかね、本業自分のメインの競技、あの皆さんそこは書くときにもしあれでしたらよろしくお願いしますあのメインの競技の方でそうやってきちんとあの結果を残すっていうのは本当に素晴らしいなと思います。これでまた次のサマーも挑戦してサマーオリンピアンでもメダル取ったらかっこいいなと思います